ハバナ州は、キューバの州のうちの一つである。キューバで用いられる、スペイン語では、ラ・ーバナが正確な読みとなるが、日本政府がハバナと英語読みしていることに基づき、本項目でも、ハバナと記述する。2011年1月1日、アルテミーサ州とマヤベケ州の二つの新しい州に、分割された。3が、ハバナ市、2と4を合わせたものが、旧ハバナ州キューバの西部にある。 州の中央部には、幅なしがあるが、1976年の再編成によって、幅なしは単独の行政区域として州から分けられており、州の区域に幅なしは含まれない。葉原州は、中央部では、幅なしに囲むように、西側では、ピナールデルリオ州に、東側では、マタンサス州にそれぞれ接している。州の南北は、カリブ海との海岸線となっており、 特に州の南側の海岸線は湿地や小宅地が特徴的である。州の人口は71万1066人である。ハバナに次いで2番目に大きい都市はアーターミスサである。州内には多数の町と島内で20から40番目の大きさである小都市がいくつかある。州の農業は食料生産、主に牛、ジャガイモ、果物の生産が中心であり。 キューバの他地域とは異なって砂糖やタバコの生産は、集計材のわずかな部分しか占めていない。また、大規模な発電所や製糖工場が存在するなど、州内は産業化が進んでいる。2004年に、ハバナ州の人口は72万2045人であった。州面積は5731.59平方キロメートル。 州の人口密度は1平方キロメートルあたり126.0人である。ありがとうございます。